那須の野球やらチャンネルをご覧の皆さん、本当にありがとうございます。前回作った動画、赤ヘル軍団との試合記録はご覧になりましたか？まさかのまさかの全勝してしもうた。ついにドラフト当日が来やがりました。来やがるってなんやねん。今日は阪神のドラフトの結果と選手を紹介させていただきたい。させていただこう。だいぶサクッと紹介しているからね。阪神の第一位は青山学院大の下村海斗投手。おめでとうございます。地元の高投手を阪神が指名。下村投手は身長174センチ体重73キロと小柄なんだけどマジでいい投手。小柄ながらストレートの最速は155キロ。簡単に紹介するのであれば、村神様だ。制球がよく安定感があり、なんといっても日米大学野球の MVP。また阪神の先発がカチカチになるんか。前回のドラフトの選手紹介動画で紹介しなかったことが本当に悔やまれる。下村投手すいません。編集が大変でした。ぜひ阪神と契約を交わしてください。好きな食べ物はラーメンだそうだ。もやしはもちろん抜いているよな。どこのランディーだ？ドラフト2は徳島インディゴソックスのシーバスヨシ投手だ。速球派やわや素材型投手やんけ。前の動画で紹介した通りだけど、身長182センチ85キロで。もともとキャッチャーで、社会人から投手転向。最速159キロのストレートが魅力。未来の最高峰まさかのここで登場だぜ。まっすぐで空振りが取れる投手だし、阪神には珍しいゴリゴリ系ですぞ。速球さえあれば細けいことはいいんだよ。年齢もまだ21歳だし、まだまだ伸びしろもある。ぜひ契約してあと一人コールを背中で受けてほしい。目標の選手は球児さんだそうだ。これから雇いほど会えるね。やったー。ドラフト3には仙台育英の山田修也くんだ。イケメン。この前紹介しちゃってるけど、身長177センチ71キロの右打ちのショートで、木製バットでホームラン打っちゃってるぜ。打っちゃってますか。投手として144キロ出せるぐらいには条件で、遠投は105メートルっていう守備カチカチショート。夏大会では痛いエラーもあったぜ。ぜひ契約していただいて未来のサムジャパシクヨロです。イケメン。タオルが飛ぶように売れるんやろな。続いて4位は東海大熊本星翔の百崎葵くん。身体能力すごすごけショートの子。身長177センチ74キロの右打ちの強打のショート。高校通算が39本で打撃がいいぞ。遠投も105メートルで肩も強すよ。足もむちゃくちゃ速いみたいだし、あとは木製バットに慣れてほしい。てか百崎くんはもうちょい上で消えると思ったぜ。もともと東海大相模に入学して、そこから東海大熊本星翔へ転校。反省できることはでかい。続いて5位は JR 西日本の石黒雄也投手。身長180センチ82キロで。最速152キロで年齢は社会人卒ながら大卒と同じ22歳。去年から球速も上がってるからここからさらに成長しそう。期待せざるを得ない。クイックが速くて 0.1 秒台。制球も良くて、完成度が高いピッチャーだ。ちなみに現中日の石川選手に勝った投手。来年からイヤほど対戦できるぜ。ちなみに高校通算18本のスラッガーだ。社会人野球は DH 制だし、もう打てへんやろ。ドラフト6位は大阪経済大学の津田淳也投手。身長178センチ83キロで。ストレートの最速は152キロで、制球もいいぞ。9月の試合では無四球完封試合もしてるぜ。個人的には右の糸まさって感じで緩急やテンポの良さで打たせて取るぞ。やっぱり阪神は制球重視なんやね。大阪経済大学の監督は高城さんだ。阪神で好奇してたぜ。来年以降もいい選手の一斉期待してます。よろしくお願いします。続いて一斉1位は富山サンダーバーズの松原海投手。身長180センチ体重84キロで。右のサイドから最速156キロのストレートとキレのある変化球が特徴の好投手。個人的には巨人の大勢投手みたいな感じ。サイドでそんだけ球速速いのは実質大勢投手よ。阪神の二軍打者陣はキリキリ前にされた。ほんまにええ投手。調べてたら藤田太陽氏の名前が出てきてビビった。マジで名前が懐かしい。一斉には白鴎大の福島健選手。身長175センチ体重72キロの左打ちの外野手で足が速すぎてヤバい。とにかくヒットメーカーでかつ足が速い選手。遠投110メートルの強肩で守備範囲も広い。まさにジェネリック近本さんだ。ジェネリックって。絶好支援の外野を駆け回ってほしい。ちなと鳥谷さんの高校の後輩で大山さんの大学の後輩だぞ。あと名前の由来は健康すぎらしいぜ。だいぶ雑に紹介はしているけど、今年の選手たちも正直期待しかない。阪神のスカウト陣には期待しかないぜ。全員契約してくださいお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とかはしてくれるとありがたいことこの上ないぞ。来週もまた見てくださいね。日本シリーズ発売。以上、那須の野球やらチャンネルでした。